この後はペナントレース第37試合大阪阪神タイガース VS 横浜太陽ホエールズの第7回戦の模様を甲子園スタジアムより、実況実況太郎解説西岡一郎さんでお送りいたします。西岡さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。吉部さん、黒羽さん、農協牛乳さんいらっしゃい。はい、西岡よろしくお願いします。10万石さんいらっしゃい。さあプレイボール阪神戦です。プレイボール、プレイボール6個目さんいらっしゃい。甲子園です。球児たちの夢甲子園。バーストさんいらっしゃい。そこで大人の希望が花開く。さあ阪神先発はマイク中田。さあ1番高木豊、左中間。昨日はちょっとね、高津投手に抑えられましたけどね、今日は打点がどう出るかですね。さあいきなりノーアウトランナー2塁で2番清水。早くもチャンステーマ、しかしここはセカンドフライ。アウト。森さんが1番さんいらっしゃい。はい、9個目さんいらっしゃい。そら、ワホよ。3番レイノルズ、ちょっと振り遅れましたかね。しかしこれが振り遅れても宇宙間に飛んで、いや飛んだところ良かったですよ。レイノルズ先制タイムリー、1対0。さあ三冠王シーツ、三冠王シーツどうだ。昨日はホームランなかったシーツですが、ここはレフトフライ、ツーアウトランナー二塁。さあ5番山崎。さあフォークすくい上げた。いやフォーク落ちたこのところうまくすくい上げましたね。山崎タイムリー、2点目。2対0。頑張った幼い。さらに幼いの打球がこれがうまいとレフト前にポトリと落ちた。いやラッキーヒットですね。3対0。レイノルズ、山崎、幼いのタイムリー、初回から3点。7番進藤、ゴー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 。はい、ホームランリポート。おーと進藤甲子園に刺さり込んだ。12個目セリシャイ、そのフォーク違う。ラッキーラッキーホームランラッキー、浸透してきたわね、ラッキーが。はい、ここでもうマイク中田初回ノックアウト。2番手葛西です。いやまさかのね、アランプロットさんいらっしゃい。なんと先発中田、葛西投手からです、ね、もう3分の2、1回投げ切らずにノックアウトです。本当よ。はい、進藤選手のホームランダウンは打ったのは外角のストレート、ライトスタンドに飛び込むホームランになってラッキーと言ってました。以上です。さあ初回からもう阪神ピッチャー交代です。いやちょっと厳しい戦いになりましたね。さあ横浜先発は野村、防御率も1点台と今シーズン安定しています。もう防御率1点ですからね、すごいですよね。阪神タイガースノーコンキッドさん、今日の旦那さんいらっしゃい。本当よ。阪神タイガースフレー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 、5対0。さあ2回目で早くも9番のピッチャー野村からゴー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 、アウト。逃げてないわよ高木。はい、すぐさんいらっしゃい。高木豊、初回5点で早くも先発中田をノックアウト。今日も打線爆発なるのか。我らは太陽、一番清水さんのところアウト、アウト。この回は三者問題です。まあ葛西投手はね、役割重要ですよ。しっかりここでね抑えて試合をねもう一回作っていきたいですよね。さあオマリー、ショートの頭の上越えた。どうもオマリーツーベース。これ納豆じゃないの、納豆ね、納豆でネバネバしたんじゃないの。え、何。さあ打ち上げた、新庄は打ち上げた。あ、ネバネバしてた。ああベッド、いやシール貼ってないよ。あ、でもシール貼ってるのはあれだ、三冠王弁当だから今ね、三冠王でシールが貼ってあるよ。
三冠王弁当って書いてあるからね。まあ他のシールがいるんだったらあのシールあのあげるよ、ね、あげるというか販売してんだけどね。1枚100円でね、はい、10枚セットだからね1000円になってるよ。はい、1000円で、お気に入りの選手のシールがね出ない場合はねまた買っておいてね、はい。さあ3番レイノルズからゴー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 。ここはショートゴロ、アウト。さあ三冠王シーツ、いや痛いですね、もちろん伝統は。さあシーツはショートライナー。まあバラ売りはちょっとねこっちの販売がめんどくさいからね、うん、まとめて、ストライク。その方がお客さんも嬉しいよね、くじ引きみたいな感覚でね、どんな選手が出るのかななんてね、プロ野球カードみたいな感じだよね。おっと山崎伸びてバックスクリーン横、いや伸びましたね、入ると思わなかった。ラッキー、もう誰のシールが出るかもうね、うん、開けてみてのお楽しみね。大人買いしてもいいよ、大人買いしてもいいよ、ね、大人買い用1万円であるよ、大人買い用のねシールボックス1万円で。こけしバット火を吹きました。はい、ホームランダーは山崎選手です。俺のこけしバットが火を吹いた。衣装さんこけし使ってんのって、セクハラよ、それセクハラよって言ったらごめんなさいと言ってくれました。はい、山崎選手シャイです。はい、ありがとうございました。さあ笠井選手は打ち上げてレフトフライ、ツーアウト。こけしって書いたシールあるよ、こけし。あ、ただのこけしを販売してるよ、あのね弁当じゃなくてこけしね。はい、勝手にセクハラ発言を捏造して織り込まないでください。本当よ、ガッ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 。さあ進藤さあところアウト、ゴー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 。さあ谷重、ここはショートゴロ、ツーアウト。我らは太陽、太陽ホエールズ。9番ピッチャー野村はファーストライオット、しかしピッチャー葛西がフォロー。さあ6対0亀山から打ち上げて、これはファールか、いや取ったサード、ファインプレー、いやファインプレーですね。4番パチョレック打ち上げた、これはセカンドか、セカンド高木豊が取りました、ツーアウト。タイガース、さあ3番オマリー打ち上げた、ショートフライ、アウト。連動してますからね。さあ5回表高木豊、ゴー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 。ここがショートゴロ、アウト、アウト。さあ3番守備でまだノーヒット、セカンドゴロ、アウト、ツーアウト。我らは太陽、3番レイノルズ、ちょっとバットの根っこでしたね、アウト。ショートフライ三者凡退。さあ5回裏バッター新庄打ち上げた、アウト。ショートフライワンアウト。6番八木、あ、7番かな、7番ヤギ。ブルワシイク、あがやく我らぞ、ハンセン、タイガー。さあ、この回も三者凡退。三者凡退。さあ、6回目では三冠王、今日ノーヒット。ちょっとね、ノーヒットだとね、落合選手にまた追いつかれちゃいますから、ここ頑張らないとね。しかしここはサードゴロ、シール選手ノーヒット、これは毎試合連続ヒットが止まってしまうのか。
さあ今日好調なのはこけしバット山崎、今日2安打。さあ猛打賞、山崎選手猛打賞です。ツーベース、ツーベースさあ6番長内、今日先制の、先制じゃないですけどタイムリーヒットが初回にありました。ここが勝負ところ、アウト、アウト。さあまた振動、振動、振動タイムリー7点目、今日ホームランに続いてまた打ちました。7対0。アガド大門さんいらっしゃい。今日は、進藤と山崎にホームランが出ています。7対0。阪神先発は中田でしたけれども初回で KO、 初回途中から葛西が投げています。さあ6回裏、阪神タイガース8番のキャッチャー山田から太陽の先発野村、ここまでいいペースで完封ペース、打ち上げてセカンドフライ、ワンアウト。9番ピッチャー葛西、まあ、途中からねロングリリーフ頑張ってますね。しかしここはもう代打で良かったと思いますけどね。ショートフライ、ツーアウト。さあ1番に帰って和田、スパイスこと和田、山椒は小粒でピリリと辛い和田、セカンドフライ、山椒凡退。さあ終盤7回表ピッチャーの野村から、まあ当然完封を狙うでしょうからね、ここはバッターボックスに立たせますよね。さあレフトフライ、あっとこれレフト落球、いや落球しちゃいけませんよね、平凡なライトフライですからね。あそうなんですか、アナウンサー、フジテレビのアナウンサーはちょっと分かんないね、フジテレビちょっと分かんないね、フジテレビのアナウンサーは高木豊か、元が何なのか。さあ高木豊のタイムリー8点目、8対0さあバッター2番の清水、ガガガオガオ、アウト。清水今日ノーヒット、ガガガオガオ。さあ3番レイノルズ今日ツーベース1本、今日先制タイムリーでした。レイノルズ三遊間、さあ長打コース。さあ一塁ランナー高木豊はホームに帰ってくるのか、まあ、帰ってきましたね、9点目。さあそして三冠王シリーズ今日のヒット、ここで打っとかないと5割がねキープできませんよ。シーツどうだ、伸びていく、伸びていくがフェンス直撃、ホームランにはできませんが、これで10対0、シーツは2塁で立っちゃうと。ちょっと弱りすぎましたね。さあそして今日猛打賞の山崎、今日ホームランも打っています。山崎ここは打ち上げたが、新庄が、新庄が、あっと新庄の上を越えた、いや取るかと思いましたけどもね、今日2本目ラッキー。山崎今日バックスクリーン2発ですよ、いやあパワーありますよ、パワーついてきましたね山崎選手ね、こけしバットが火を吹きました。ファール、これで11点、ゴー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 。いやー今日まさかの2発で、さらに幼い選手も、まあしかし新庄選手今の飛びつけば取れたような気もしましたけどもね。山崎さんのホームランインタビューをお願いします。はい待っててね。アガド大門さんありがとうございます。さあバッター進藤、さらに振動、今日2本目か、ホームラン2本目、振動も振動同じところ、1本目と同じところラッキー。あ振動選手もはいこっち来て、こっち来て、はい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 、うんうん分かった、はいはい、あそうね、はいはいはい、はい、山崎選手のインタビューね、打ったのはストレート、またバックスクリーン行った、俺パワーがついてきたな、ラッキーと言ってました。それから振動選手ね、今ね息ねもう切ってるけども、ねまた同じところに飛んでくれた、ラッキーと言ってました。大丈夫、あ大丈夫、はい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 、振動シールとこけしシールね、どっちが出るか分かんないよ、このシールセットに入ってるからね、もう1回入ってないかもしれない、セットで買うと大人買いしてくれると1万円でよ、大人買いしなくても、あ10枚セットだからね、1000円で販売中。さあ6点追加、13対0。
さあ、7回裏亀山から、まあ、阪神はもうね、ちょっと意地を見せるしかないですよね。この満員のね、お客さんのためにもね。さあ、4番パチュレック、亀山スリム、あ、3番かな、3番パチュレック、まだスリムな頃ですよね、ここはね、今日。またオマリー、ストライク、カウンツインタイガー、フレー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 、これはレフト前にポトリと落ちた。おっと、スタートが遅れてアウト。これ遅れちゃいけなかったですよね。日輪のアウト、ランナー出ましたが無得点。さあ、8回目でトップの高木豊からゴーゴーゴー。さあ、どうだ、ライトフライ、ワンアウト。もちろんオフコース、オフコース。え、横浜から阪神ですね。最初はあの横浜でマッキーでね、パチ、あ、阪神でしたね。トゥーベース。さあ、3番レイノルズ、さあどうだ、レイノルズどうだ、新庄取った、ここはタッチアップ、ツーアウトランナー3塁、三冠王シューズ、5打席目、打点が欲しいですよね、ここはね、ホームランも欲しい。出たか、いや、ちょっと伸びがない、伸びがなかった。14点目、打点 1点。さあ、今日4安打大暴れ、まあ、阪神としてはもうこれ以上打たすわけにはいかないですけどもね、今日絶好調ですね。西小原さんが絶好調と言ってしまったがために、山崎選手ファーストライナーでした。私の主義ですか。いや、西小原さんが絶好調と言ってしまったけどクラブ立ててやりましたからね。さあ、ワンアウト、また9時、あっと、ここがショート、うん、一瞬ね、逆行っちゃいましたね。あっと、いや、ショートがね、後ろ反らしてる感じに二塁行きましたね。これは好走塁ですよね。14点差ありますけれどもね、こういうプレーが出るとまだ分かりませんよ。ショートフライ、ツーアウト。さあ、ピッチャーの久保、そのままバッターボックス、打ち上げてアウト。さあ、9回表バッター押さない、ゴー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 、ストライク、ゴー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 、ファールボール。ここはサードゴロ、アウト。我らは太陽、太陽。さあ、今日進藤2本のホームラン。さあ、20号、あと1本出ると20号です。20号出たか、今日3本目進藤、今度は引っ張った。今日、今回は今日はライトスタンド2発に、今ライト、レフトスタンドに飛び込みました。15点目。いやー、今日進藤選手も絶好調。もう帰ろうと思ってたのに、またインタビュー。アウト。今日新藤選手3回目だからカットしていい？ダメです、しょうがないよね。打ち上げた、アウト。さあ、ショートフライ。はい、新藤選手のホームランダウンは、打ったのはストレート、今度はレフトスタンドのね、ファンの人のために打った、ラッキーと言ってました。以上です。仕上げてショートフライ、ワンアウト。ファール、ファールボール。アウト。アウト。
さあセカンドゴロアウト。今日も大勝。ゲームセット。パチパチパチを888。 Thank you, thank you。 皆さんこんばんは。プロ野球ステーションです。それでは今日の結果です。パチパチパチ。さあ本日の結果15対0、野村8勝目、中田6敗目です。振動3本、18、19、20、山崎2本です。さあ他球場、中日が逆転勝ち、アンダーソン1勝目、斉藤正樹6敗目。新藤選手が今 何かな、落合選手18号打ってます。パウエル選手9号。ヤクルト大勝8対0、西村3勝目、笹岡6敗目です。杉浦、ハウエル、古田ホームランです。現在の順位表です。15ゲーム差変わらず。各部門の個人成績は、打率は落合選手が再び2位ですね。新藤選手が、現在3位。打点は新藤選手が2位、ね、78点、清水選手が78点。ホームランは、ホームラン2位ですね、新藤選手ね、はい、落合選手が18で3位ということで、ホームランも、しかし今日3本打ちましたからね、あと今6本差ですよ。防御率はウド、今日完封した野村投手が2位です。勝ち星はウド、森田、野村の3トップ。はい、引き続いて甲子園球場より同じカードです。神宮で試合が予定されています。バックアップ。さあ引き続いてペナントレース38試合目、大阪阪神タイガース VS 太陽横浜太陽ホエールズの第8回戦の模様、甲子園球場より実況実況太郎、解説西川一郎さんでお送りいたします。西川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ大勝したホエールズ、打線爆発なるか。まあ阪神はいかにしてね、太陽の打線を抑えるかですよね。さあどうやって抑えるのか。どのようにして抑えるのか。プレイボール。プレイボール。アンパイア上村、橋本、水野、金岡の各審判員です。さあ阪神先発中込です。ゴー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 。ストライク。さあ高木豊、いきなりライトフライか。これはライトフライ、ワンアウト。2番清水。ピッチャーゴロ、アウト。3番レイノルズ。レイノルズどうだ、浜風が吹いて、あ、惜しい。あともう一伸びでしたね。ゴー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 。2番シーツ。さあシーツの打球は右中間、シーツ先制タイムリー。さすが三冠王シーツ。もう打点のチャンス逃しませんよね。得点圏打率が非常に高いですよね。さあ5番山崎、前の試合2本のホームラン、山崎好調。また打った、また打った、またまた打った。2試合目で3本目のホームラン。いやー当たってますね、こけしバット、ラッキー。さあこの試合も山崎選手ホームラン打っている。パチパチパチ。 Thank you。 バッター6番の幼い、幼いも続いた、2者連続ホームラン。いやーそこちょっとやばいだけですよね。まだまだ下がりますから。2者連続4対0、幼いも続いた。さあ7番進藤、前の試合3本のホームラン、どうもありがとう。さあ進藤好調、進藤ライト前、ゴー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 。8番キャッチャー谷守衛、谷繁、フェンス直撃。さあ2アウト2塁3塁、早くも初回でピッチャーまで回ってきました。
これ打てば森田打てば打者一巡猛攻。森田ピッチャーゴロ、アウト。しかしこの回4対0、4点先制です。さあ1回裏、1番の和田スパイスショートライナーワンアウト。日里の2番亀山ファール、うるわしくガンガン焼く夜空に阪神タイガース。2番亀山ショートゴロ、3番パチュレック手がんだから三者凡退、三者凡退。2回表1番の高木豊、早くも2打席目が回ってきました。また打った高木豊、レフトの頭の頭上を越えてツーベース、ツーベース。さあ2番清水、清水はセカンドゴロ、まあ、これしっかり進塁打ですよね、右打ちでね。さあ3番レイノルズ、ピッチャーライナー、ここは取ります。さあ三冠王シーツ、三遊間シーツ、またしてもタイムリー2打点目。いや打点のチャンスを逃しませんよね。さあ5対0、さあこけしバット山崎、また打ったのか、また打ったのか、2打席連続ホームラン。なんと山崎選手当たってますね、ラッキー。伊助さんありがとうございます。打線爆発、早くも2回で7対0、はい、もう中尾ノックアウト。阪神タイガースは2試合続けて、3回持たずに先発ピッチャーがノックアウトされるという異常事態。さあ2番、2番手は久保です。2試合連続の登板。こけし弁当いかがですか。こけしの中に弁当が入ってるよ。こけしの中に弁当が入った、こけし弁当。オマリー打ち上げてショートフライ。アウト。女性におすすめだよ、こけし弁当、ヘルシーだよ。終わった後は手動のこけしとしても使えるよ。女性の人におすすめだよ、こけし弁当。ワンアウト一塁、バッター八木、打ち上げた。おっとこれポットリと落ちた、ポットリと落ちました。あとランナースタートしてない、スタートしてない。好評だよ、好評だよ。ランナースタート、もうアウト。いやーちぐはぐですよね、阪神攻めがね。あーこれ点差があるんですからね、じっくりと攻めた方がいいですよね。レフト前そんな仕掛けになってないよ。ラシマン谷繁、何式打ち上げた。アウト。こけしじゃなくてマトリョーシカやないか、これマトリョーシカもないよ。森田セカンドゴロ、アウト。一番高木豊、これ振り遅れたが意外と伸びて、いや振り遅れましたけどあれだけ伸びますよね。しっかり振り切ってますからね。2番清水、清水これはライトフライ、ライトフライ。あ、打順をねこれ覚えてくれないんですよね、残念ながらね。打順変えてもね、監督としてはまあ、今のね勝ってる時は打順をいじらないということでね、はい、打順をいじってませんよね。
ただ私としてはおそらくね打順を覚えてくれないんで、毎回試合前にね、打順変えるのがねめんどくさいっていうところなんでしょうかね。表向きは、打順をいじらない方が、ね、勝ってる時は打順をいじらないっていうのが定石ですからと言ってますけれどもね、実際はおそらくめんどくさがってるんじゃないかと思いますよね、打順を入れ替えるのがね。さあ3番レイノルズ。そうレイノルズホームラン、ホームラン、レイノルズ久々でじゃないですか。レイノルズ選手もね、はい、久々のような気がしますね。ラッキー、はいラッキー。その前の山崎選手のホームランダウンはね、打ったのはストレート、また打っちゃった、最近ちょっと石原さんと会う機会が増えて嬉しいと言ってます。アウト。三冠王はショートゴロ。レイノルズ弁当いかがですか。さあ山崎あと1本打つと今シーズン10本目2桁に乗せます。しかしここはここバットの根っこでしたね。しかしこれはツーベース。さあ6番押さない。後ろの方のコメントは妄想ですね。違うわよ。はいレイノルズ選手のホームランをね打ったのはストレート、ラッキーと言ってました。以上です。7番進藤。そう進藤バックスクリーン、モスバーガーの広告に飛び込んだバックスクリーン、モスバーガープレゼント10対0。はい進藤選手もね今日よく来るわねと褒めてます。進藤選手よく来るわね。はいまたいらっしゃい。以上です。さあ進藤選手もホームランこれで21本ですね。今日はちょっとシーズ選手ホームランないですからね、昨日今日とちょっとシーズ選手のホームランが止まっています。その間に進藤選手がバカ当たり、2試合で4本、山崎選手も4本打っています。この2試合で荒稼ぎですよね。セカンドフライアウト。さあ5回表ピッチャーの森田から、まあ、防御率争いもね面白いですよこれね。森田投手完封ね、宇藤投手の差はそんなないんでね、完封して宇藤投手が1点でも取られたらこうね逆転できますから。高木豊ピッチャーからツーアウト。2番の清水ファールボール、ファ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 ールボール。清水これはレフトフライ。さあ5回裏、オマリーからです。4番オマリーからショート、あっとショートも横内野安打、まあ、全力疾走しましたね。新庄も続いた、うまくつなぎましたね。しかしオマリー選手のスタート、いやオマリー選手なぜスタートしてないんですかね、今の打球でね、これはいきませんよ。八木打ち上げた、まだ伸びる伸びる、意外と伸びましたね。ちょっとシーズ選手目測謝りましたね、意外と伸びましたね。さあバッター9時、ここはゲッツー要注意ですよね。ここはゲッツーできない。さあキャッチャー山田、まあ、新庄選手はいいんじゃないですか。今ね4位上がってきましたからね、最下位からね、はい、今連勝中ですからね。昨日もね加藤隆投手ね、それから、ね、育成ドラフトで取った、じゃないや、あれは FA の人的補助ですかね、人的補助で取った、ね、田中正義投手がね、抑えましたから、まあ、頑張ってんじゃないですかね。おっと、レイノル選手、2打席連続ホームラン、ラッキー。さあ、三冠王シーズン、今日打率は伸ばしてますけれども、まだホームランがありません、この2試合、3試合ないです。アウト。ピッチャーライナー。はい、レイノルズ選手のホームランダウンは、
straight is good. I am greatest batter. Okay. You are beautiful reporter. と言ってました。以上です。ラッキー。アウト。山崎と、選手はレフトフライ。ツーアウト。押さない。これもいった押さない。ホームラン。押さない選手も前の試合打ってますから、2試合で2本のホームラン。はい、忙しい忙しい、またまたホームラン出たの。さあ今日猛打賞進藤、打率も5割が見えてきました。また行くのか進藤、いったー。なんと2試合でこれで6本目ですか。なんとホームラン荒稼ぎ、シーツとの差がこれで、何本差で4本差。いやこれ追いつきますよ、これ追いつくがあるかもしれませんよ。なんと進藤選手荒稼ぎ、アウト。はい、まずレイノルズ選手ではね、進藤選手ね、ラッキー。もう何回来るの、もう進藤また来てちょうだいと言いました。以上です。アウト。幼い選手の方はね、幼い選手もね、はい、幼い選手もよく打つわねと言いました。ラッキーと言いました。以上です。アウト。もうこれだけ打ってくれるとね、もうね、コメントそんなにすることないって言っちゃうのよね。でも石岡さんに会えるからついつい来ちゃうと言ってます。以上です。私に会うのがみんな好きみたいね。さあ7回表ピッチャーの森田から、阪神ピッチャーいつの間にか久保になってます。ガガガガ、いやもう2回から久保ですよ。あ、そうですね、2回から久保です。先発は中込み投手でした。ラッキーって本当に言ってました。本当よ、さすがに暴動が起きそう。ブレイブさんいらっしゃい。13対0ですからね。まあこれだけ差があるともね、阪神ファンはありますよね。これだけ打たれてますからね、ピッチャーなぜ変えないんだとね。もうピッチャー晒し物の系ですよ、久保投手で、ね、2回から投げてますからね。ここはゲッツーか、ゲッツー取れない。いや今のもゲッツー取ってほしいところですよね。さあレイノルズ、ちょっと清水投手が、清水選手がね元気ないですね。レイノルズはここは打ち上げた。まあ安打は出てますけどもね、他の選手は長打が出てませんからね。さあ7回裏4番の、3番のパチュリックから打ち上げた。アウト。アウト。2番オマリー、ファーストゴロ、アウト。6番新庄、ビッグボール。さあこれはレフト前、ツーアウトランナー一塁。今日新庄選手2安打目。さあバッター6番の代打の神様八木、セカンドゴロ、アウト。さあ三冠王シーズン、ホームランがありません。進藤選手が迫ってきました。ここで打っときたいですよね。さあここであっと、しかしこれは切れた。じゃあタイミングがちょっとずれましたかね。シーズン選手もちょっとね、ここまで追い上げられると焦りますからね。三冠王確定だったのが、おいチームメイトが俺の三冠王を邪魔する気かって思ってるでしょうね。アウト。まあ進藤選手にはそんなことはしょうがないと。俺も三冠を取りたいんだということでしょうね、進藤選手もね。アウト。山崎選手はショートライナー。さあ6番押さない、今日押さないも2本。さあ押さない、バックスクリーン、押さない3本目。いや押さない選手も当たってますよ。ちょっと進藤選手の陰に隠れてますけど、押さない選手も2試合で4本打ってますからね。荒稼ぎ、阪神戦。さあヒットヒット、本塁打本塁打。はい、打率が4割9分6厘、打率も5割は見えてきた進藤。さあここでピッチャー変えてきました、笠井投手です。幼いさん広島を見限ってラッキー。いや本当にねラッキーですよね。
ここはしかし、まあ、生きのいいピッチャーに変わりましたからね。ちょっと進藤選手にとってはアンラッキーでしたね、これはね。そのままね、ピッチャー変えないで久保投手投げてくれたらね、もう一本というところだったんでしょうけど、ちょっと生きのいいのに変わっちゃいましたからね。はい、幼い選手、今日3度目、ホームラン。どう？ラッキー？本当は実力じゃないの？と言ったらね、ラッキーって言ってました。以上です。謙虚ね。さあ、帰るピッチャーの葛西、そのままです。ストライク！打ち上げて、ファーストフライ。アウト！アウト！さあ、9回目で8番キャッチャー、谷繁から。ガガガガ幼い、そんなキャラだったかな、わらわら。さあ、ところ。はい、先生ね、そういうキャラじゃないと思うよ。ベテランですからね。そんな。ね、遠山、ね、痛むね、ファーストに遠山行ってね。打ち取ったらまた遠山がね、ワンポイントで、また、葛西でワンポイントしたら、遠山がまたピッチャーに戻るっていうね、あのね、野村監督の。82個目されちゃい。豊か高木豊か息子は3人 J リーガー高木豊か高木豊かホームラン。いや、高木選手もホームラン打ちました。今日何本ホームランが出たのか。ホームラン乱れ打ちです。82個目されちゃい。今日も大勝16対0。さあ、しかしブレーキなのは清水選手、今日5打数のヒット。ちょっと清水選手、かやの外ではね、いきませんよね。清水選手も1本打っときたい。そう、清水、さあ、かやの外にはなりたくない清水。ヒットが出ました。さあ、今日レイノルズも2本のホームラン。今日も出しょう、レイノルズ。レイノルズ、あ、これはレフトライナー。慌てて戻ります。慌てて清水戻ります。さあ、三冠王シリーズホームランがありません。2安打打ってますが、ホームランがない。ここで打っときたいですね。しかし力んでサードゴロ。ちょっと清水シーズ選手焦りが見られましたね、今の打席ね。さあ、最終回9回裏、1番のスパイスから。ストライク。ファーストゴロ、アウト。2番亀山、今日ノーヒット。ショートゴロ、ツーアウト。3番パチョレック、今日ノーヒット。ファーストゴロ、あっと、ファーストは弾いた。いや、当たりが強かったですからね、弾いちゃいましたね。さあ、ツーアウトランナー一塁。意地を見せることができるのか、4番ノーマリー、今日ヒット1本。サードゴロ、アウト。アウト。ゲームセッ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 ト。パチパチパチ。どうもありがとう。はい、皆さんこんばんは。プレイキューステーションでーす。今日の結果。はい、ご覧の通り16対0で太陽が勝ってます。森田9勝目、中込み5敗目。ホームラン山崎9号、レイノルズ10号、進藤21号、レイノルズ11号、幼い11号、進藤22号、幼い12号、高木4号、その他2本です。テンポ逆されてますよ。はい、巨人は負けてますね。中日逆転勝ち、今中4勝目、牧原5敗目。原落合、清水落合にホームランが出てます。落合選手2本。ヤクルトまた大勝、8対1。隅光雄4勝目、川口8敗目、広沢9本目です。はい、20勝2番乗りね、中日が。はい、ヤクルト3位浮上です。今日誰かしらね、隅光雄が気になるわね。各部門の個人成績はご覧の通りです。さあ、シーズン2位に進藤が上がってきてます。打率2位、打点も進藤が2位、差は18点差ですかね。28点差。ホームラン進藤が4本差、落合が6本差に追い上げてきます。進藤、シーズン選手もうかうかしてられませんね、これはね。これはね、うかうかしてられませんね。
防御率今日完封した野村投手、森田投手は、さらに下げています。しかし宇藤投手が防御 1.04 ですからね。はい、勝ち星森田投手が9勝1番乗り。はい、明日はカード変わって、巨人戦になりますね。進藤選手追い上げてきましたね、この今日でね。さあ進藤追い上げてきたので、シーズも打力アップを望みますかね。進藤選手が、進藤選手6と6でちょっとね、同じにしますか。シーズ66ですからね、進藤選手もちょっと平等にしましょう。打撃練習で6になるのか。6になった、効果あり。6に6になった、これで性能的にはほぼ同じ性能になりました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。 PC エンジンザプロ野球スーパーは毎週金土日やってます。また明日日曜日お昼のダブルヘッダーでお会いいたしましょう。実況実況太郎、解説西岡原一郎さんでした。西岡原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、おつでした。悩みますねこれはね。はい、おつでした。おつ